今日はビワを描いてみたいと思います。これね、ビワの花です。なかなかね、手に入らないんですけど、青空市で売っていましたので買ってきました。ビワの花だけではね、ちょっとあんまり絵にならないわけですね。特にちょっとサイズが大きいになるとちょっと無理があるので、ビワの実もね、一緒に描こうと思います。季節的にはもう全く別の季節なんですけど、まあ、組み合わせて少しデザイン的に描いていこうかなと思います。でこれなんですが、ちょっと写りが悪いんですけど、5年前ですね、ちょうど1月に描いたビワの絵です。まあ、現物はもう手元にいないんですけども、5年前の1月にブログにアップしたビワの絵ですね。後ろにビワの花を持ってきて、手前にビワの実を持ってきて、まあ、器も何もなしで、デザイン的に処理をして描いています。今日はこれ基本的にはこういう感じで描こうかなと思っているんですけど、まあ、器こういうバケツですね、白いこうバケツなんですが、これを持ってきて、これにいけましたよという体で描いていこうと思いますね。今日の紙はホワイトワトソンを48センチ ×40 センチに切っています。 8F より2センチずつぐらい大きい感じです。絵の具はホルベインです。クリムソンレイキ、レモンイエロー、ガンボージーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ、以上8色で描いていこうと思います。で、ちょっとね、色見本を作っておきますね。ビワの花と実の色を、まあ、薄い黄色で描こうと思いますので、基本的にレモンイエローを中心に持ってきます。で、その周りにガンボージーノーバ、温かい黄色を持ってきますね。で、さらにこれにクリムソンを少し入れると、まあ、ちょっと橙色がかったこう色になるわけで、これをちょっと暗い部分に持ってこようかなと思いますね。で、葉っぱの色なんですが、あまり緑にしたくないので、基本的には青色ですね。セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、いずれかとバンタンバーを混ぜて緑海色みたいな、こんな感じですね。まあ、サップグリーンを少し混ぜるとしても、まあ、わずかに混ぜてみるよっていう程度で持ってこようと思います。基本的にはこの感じですので、あまりこう緑を感じない黄色と青色をメインにした絵っていうことになるかなと思いますね。はい、今日はね、下絵をしっかり描いてみようと思います。左上からの光にしておきますね。そうするとこの器を、まあ、右下に持ってくるっていうことで、まあ、だいたい現物大でね、持ってこようと思いますね。ここが真ん中ですので、真ん中の角にこの角がいかないように、しようとは思います。こんな感じでしょうかね。で、まあ、この取っ手はどちらでもいいんですけど、こういう模様がこうちょっと入っていますよね。こういうのもちょっと入れるといいかなと思いますね。で、これに、手前に実を持ってきます。で、実はね、花ほどたくさんはもちろんつきません。花全部が実になるわけじゃなくって、10個花がついていたら1つ実になるかなっていう感じですので、この辺りに実を持ってきますね。ただ垂れ下がった感じにしようと思います。で、こちらに大きくね、花を持ってこようと思います。で、葉っぱもね、しっかりした大きな葉っぱなんで、これもこのような暗い色で描くんではなくって、線描を生かしてすっきりとまとめようと思いますね。じゃあちょっと丁寧にね、下書きを描いてみますね。下書きができました。かなりね、きちんと描きました。ここで下塗りをするんですが、その前にマスキングインクでね、
少しだけねカバーしておこうと思います。花びらですね、花びらの、全部っていうことではなくて、まあところどころですね。花びらね5枚あるんですが、5枚全部をカバーする必要は全くないと思いますね。それと中の、めしべおしべですね、これもねちょん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 とこうやっといてもいいんじゃないかなと思います。でこうところどころこうやってつけていくんですが、鉛筆で書いていない部分ですよね、そういうところにも花びらの一部が見えてますよっていうことで、カバーしておいてもいいんじゃないかなと思いますね。要するにね、手前こっちから見えるものに関しては一応鉛筆で押さえてはいるんですが、向こうへ向いて咲いているものについてはまあほとんど書いていないわけですので、そういう前提でちらっと見えている向こう側の花びらを、少しこうやってねマスキングで抜いておくと重複感がより強調されるんじゃないかなと思います。じゃあねちょっとつけて乾かしますね。はい、マスキング液ね乾きました。下塗りに入っていこうと思います。まずレモンイエローですね、たっぷり薄めておいて、右上からの光ということですので右にたくさん入れますね。葉っぱ、実、茎、全く気にしないで入れていくといいかなと思います。はい、水筆でしっかり伸ばしますね。はい、続いてガンボジーノーバーをしっかり薄めます。続きに入れていきますね。これもしっかり伸ばします。はい、続いてセルリアンブルーです。しっかり薄めて、でちょっとねこのセルリアンブルーにクリムソンレッキをちょっと入れますね。はい、薄くしておいてセルリアンブルーの続きに入れていきます。あんまりたくさん入れない方がいいかなと思いますね。はい、じゃあこれで一応ね取ります。ちょっとこの辺りですね少し暗くしておきたいので、ウルトラマリンディープとバンタンバーを混ぜます。この辺りにねちょっと入れておきますね。はい、じゃあこれでね乾かします。はい、下塗り乾きましたので細かい作業に入っていきたいと思います。ちょっとね軸をね少しはっきりさせておこうかなと思います。でまあこの実のここの軸ですね、そして花の軸です。花のついている部分は茶色い産毛に覆われて結構色がついているんですけど、幹の部分について言えば中途半端な黒っぽい色なんですね。全部この通りの色に塗るっていうことではなくって、
例えばこちら側ですよね。こちらに関して言えばバントアンバーとガンボージーノーバーで、茶色っぽい黄色を作って塗っていってもいいんじゃないかなと思うんです。ただこちらになってくると結構大きいわけですね。一応ね、線描で行ってみたいと思います。で色もね灰色っぽい色にしたいのでバントアンバーとコバルトブルーぐらいでね線描をちょっとしておこうと思います。なんで塗りつぶさないのかっていうと写実的に描くんではなくってデザイン的に処理をしたいっていうこともあってとりあえずねこういう線描をしてみたいと思います。でそれからね葉っぱですね。暗いところに関して言えばウルトラマリンディープを混ぜて例えばここは非常に暗い部分ですので暗い色でね線描してみてっていうことですよね。一応鉛筆で描いているところはこんな感じで線描をしてみますね。からこちらの明るい方について言えばセロリアンと少しバンタンバっていう感じで薄めにね鉛筆の線がなくっても見えますよっていうぐらいの感じに書いておこうと思います。はい、この3つねやってみます。だいぶね形がこう見えてきたと思います。じゃあ今度ね奥にあるこの実ですよね、ちょこちょこ見えています。それを暗い黄色で埋めていこうと思います。ガンボージーにクリムソンを少し混ぜて赤くしますね。ちょっとこの辺やってみますね。から花の方も同じように1個中に入った部分の花びらなり実なりを塗っていくっていう作業になります。じゃあちょっと塗ってみますね。はい、奥にある実と奥にある花の一部に色を塗りました。でここから葉っぱの部分の空間の色をつけていきます。少し緑がかった青色ですね。こちらの方が明るい方がいいのでセルリアンブルーにバンタンバーを入れます。もうこれだけでね結構緑がかった色になります。場所によってはセルリアンブルーが多め、場所によってはバントアンバーが多めということで葉っぱのある空間の色としてつけていきます。ぼかして途中から白地に移行していくっていうことでね、まだ色をつけてない実がくっきりと混ぜてくるようにするっていうことですね。はい、こんな風にして空間を埋めていきます。でこちらの方はね、少し暗くしたいのでコバルトブルーとバンタンバ少しサップグリーンも入れて、まあ、緑もちょっと感じさせますよということでやっていきます。まあ、バケツも込み込みでね塗っていった方がいいかなと思います。はい、こういうことですね。ちょっと場所によってはしっかりコバルトブルーが出た方がいいなと思われる時は後からコバルトブルーを足すとかね、一色で塗りつぶすっていうことではありません。上の方の葉っぱのある部分なんかはね、まあ、うっすらと色をつけます。ちょっと緑が強くってもいいのでサップグリーンを入れてみたりしますね。はい、上の方はこんな感じです。はい、じゃあちょっと色をつけてみますよ。はい、葉っぱに色がだいぶつきました。葉っぱと葉っぱが重なっている部分あるいは実の影が投影してますよっていうところに少し濃いめの色をね差し込みました。この辺りなんですがこれ葉っぱや実が複雑にこう入り組んでいるところなんですね。
細かくこう切っていきます。一色で塗ってしまわないということが大切かなと思います。例えばここのね、重なり下になった部分に、少し暗めの色を投入しておくっていうことですね。からこの裏返った部分もね、少し暗くしておいた方がいいですよね。ここの裏返った部分にもちょっとね、暗い色を投入しておきます。でここなんかも本当はこう下に葉っぱが、見えてるはずなんですが、完全にこう固めていないものですから、ポツポツこんな感じでね、入れておきますね。ここもだからペチャッと塗り込めるんではなくって、細切れにして塗るっていうことですよね。はい、で大体葉っぱも色がつきました。じゃあいよいよ実に入っていきますね。残している実です、レモンイエローですね。レモンイエローを1個の影の方に入れていきます。明るい方へグラデーションさせます。つまりこれだけなんですね。実自体をあまり丁寧に塗り込めないっていうことです。すっきりとね、まとめたいわけですね。こんな風にしていきますよ。それから手前にある花びらなんですが、これは塗らずに線描していきます。願望寺ノーバーとバンタンバーを混ぜて暗めの黄色を作ります。で細い線で、全部はもちろん塗る必要がありません。例えばこういうとこですね。こんな感じで、ところどころに線描で花びらをはっきりさせますね。じゃあちょっとやってみます。はい、花と実、葉っぱ、だいたい色がつきましたので、今度はこのバケツですね。白く塗ってあるバケツなんですけど、絵の上ではね、暗いブリキ製のバケツにしようと思います。ウルトラマリンディープとコバルトブルーですね。これにバンタンバーをちょっと入れて、こちらの一番暗い方ですね。あまり混ぜないでおくと、ちょっとブリキの雰囲気になるかなと思いますね。はい、じゃあこれでね、一旦乾かしてマスキング液をね、外しますね。マスキング液を取った後、白地の部分の形がはっきりわからないっていうところが多いので、線描で少しはっきりさせていこうと思います。願望地とバンタンバーを足したぐらいの色ですね。例えばこういうとこです。それと真ん中のおしめ、めしめの部分ですが、願望地とクリムソンを足して赤みの強い黄色にしますね。そしてちょっとね、プツプツ感をこう点描で出しておこうと思います。それとこの境目ですよね、鉛筆の線がないとほとんどわからないっていうことになるわけです。なので境目に少し暗めのね、黄色を入れたいんですが、あまり暗くしたくないので、サップグリーンとレモンイエローをちょっと混ぜて、黄緑色ですよね、これを作ってこの境目に入れます。明るい方へ伸ばします。それからバケツなんですが、取っ手ですね、一応木製っていうことでバンタンバーですね、入れていきます。
はい、それとここに字があるんですが、少しね字らしきものがあるんだねって思ってもらえる程度のことはちょっとしとかないといけないかなと思います。だからこれもちょっと白すぎるかなと思いますので、かすかにバンタンバーを半分ぐらいにね入れてみようかなと思います。じゃあこの作業をやってみますね。はい、だいぶね補強しました。それからここの取っ手の部分なんですが、ここはねしっかりつけておいた方がいいかなと思います。からここの取っ手のこの鉄線ですよね、これが入っている部分がちらっと見えてますよっていう方がいいかなと思います。でブリキですからね、当然継ぎ目があるわけです。継ぎ目をここに書きました。そして底の継ぎ目ですね、底の部分と側面とをつないでいるわけです。でそれの継ぎ目、それからここですね、一番上ここもちょっとこうちょっと栗があるんですね、これを入れておいた方がいいかなと思います。はい、そしてこれですね、溶け込んでて弱いのでちょっと補強しておきます。だからここの切れ込みですね、これはちょっと赤みを帯びた色でこんな風にね入れておこうかなと思います。それぞれね、もうこれでほぼほぼできたかなっていう気がするんですが、ここがすごく綺麗すぎるここだけが綺麗すぎるのでちょっと問題が発生みたいな感じがしますので、これと同じような感じをねここへね少し作っておこうかなと思います。まず黄色を差し込みます。レモンイエローですね。この続きにセルリアンとクリムソンレーキを混ぜて、赤紫色ですよね、あまり混ぜすぎない程度で置いてしまいます。セルリアンが足りなければセルリアン、クリムソンが足りなければクリムソンをちょっと差し込むっていうことで、一応こう置いてみますね。で置いた後に水筆でにじませます。少しずつ色が変わっていってグラデーションが綺麗ですねっていう感じに持っていくわけですね。ここですね、ちょっとここもあまりにも差がなさすぎる感じがしますので、ちょっとね綺麗な赤紫色を投入しておきますね。全体的なバランスが崩れない程度に取っておきますね。ここ少し慣らしておきますよ。今回はね、デザイン的に面白く描くを主眼に描いてみました。一応完成にしたいと思います。サインを入れておきますね。はい、完成です。